こんにちは、瀬戸浩二です。ですね、私ですね、10月の19日で、34歳をですね、迎えました。ありがとうございます。10月19日になった瞬間からですね、今日今10月の19日の夜11時ぐらいなんですけど、たくさんのね、今まで、お祝いメッセージありがとうございました、ね、本当にこんな体勢で言うようなことではないんですが、本当にありがとうございました。ありがとうございました。私今何してるかというと、ちょっとね、ちょっと仕事お休みいただいてですね、ちょっと旅行に来てます。はい、ちょっともう疲れ切っていたので、ちょっと旅行しようということでね、ちょっと旅行に、とある場所にね、ちょっと旅行してます。2泊か3泊ぐらいして東京戻ろうかなと思ってます。なので、今日はね、ちょっとまあ動画しばらくお休みしますっていう動画です。まあお仕事お休みしてきてるんですって言って動画撮ってるのも変なんですけどね、休んでないんですけど、まあやっぱり言っとかなきゃなと思ってね、まあどういう旅行を してたのかっていうのは、まあそのうち動画で言えたら言おうかなと思います。はい、とある場所に、日本のとある場所に私今来ています。いやーね、素晴らしい誕生日を過ごさせていただきました。お風呂入ってさ、お風呂入ってご飯食ってさ、まあこれカーテン開けるとね、すごいもう海が広がってる感じなんですよ。でも今夜なんでね、開けても真っ暗なんで閉めてますけど、すげえいい景色なんだろうなーっていう、まだ見てないんですよ。ここ来たの夜なんで、まだここの景色見れてないんですけど、すげえいい景色らしい、らしい。ということでさ、いやーちょっとね、いろいろね行って回ったんで、いろいろ行って回ったんでね、ちょっと疲れ切っちゃったね、今日私。そうなんですよ。先週、この動画出てるのが10月の20日月曜だと思うから、まあ、先週、僕ちょっといろいろね、忙しいとかって言ってたじゃないですか、ね、でその忙しさっていうのは実はまだ終わってなかったりとかするんですけど、実はその俺が忙しいとかって言ってる間にね、いろんなニュースがあったわけですよ。iPad Air 2、ね、発表されて、で Nexus 6、Nexus 9発表されてとかで、まあ皆さんあんま気づいてないかと思いますけど、IBIS Mini X が出てたりとかね、でまあいろんなものがどんどん年末商戦に向けて発売されていってるわけなんですよ。でそれについて全然僕はね、ついていけてなくて、ちょっとね歯がゆい思いをしているわけなんですけれども、まあちょっと忙しさがちょっとなくなってきたら、また徐々にねやっていきたいなと思います。ね、まあ今日なんかさ、 YouTube ファンフェスタ六本木でね、なんかヒカキンくんとか大地くんとか、なんかその音楽系の人たちがステージで歌って踊り狂うみたいな、そういうイベントやってたみたいじゃないですか。で YouTube ファンフェスタってあれ何なの、急にああいうレッドカーペットとかってあれ、いや何なのって思った方いるかもしれませんけど、あれ10月19日に開催されてるんですよ。ね、そこね、そこなんですよね、ポイントは。まあ僕はもちろん出演者としても呼ばれてもないですし、VIP 席にも別に僕行ってないですけど、まあ意味合い的にはまあその、まあ、なんかステージにバーっていろんなね、ワールドオーダーとか、なんだっけ、元格闘家のね、須藤元気さんとかね、いてさ、すごいメンツがバッと集まってましたけど、まあ結局はその、まあ、瀬戸さんおめでとうっていうことなんですよね。遠回しにそういうことなんだろうなって僕は思ってますけど、まあ多分そうなんだろうなっていうのは思ってます。まあ誰も言ってこないけど、誰も僕には言ってこないけど、まあ遠回し瀬戸さんおめでとうっていう回だったんだろうなっていう、まあ俺もそこまで行ったのかっていう感じしましたけどね。皆さん会場にたくさんの方が集まってくださって、まあ祝ってくれたんだなっていう。
で、あの最後ステージ上にみんなバーって出てて、で最後でみんなでなんか大合唱みたいな感じになってましたけど、あれ多分ハッピーバースデー歌ってたんだろうね、きっと。うん、画像しか見てないからわかんないけど、まあ確実に歌ってんだろうなっていう感じはしたな。ということでね、お休みしますんで、しばらく、またちょっと復活する日をね、お楽しみにお待ちください。まだちょっとしばらくは旅行を続けております。失礼いたします。皆さん、あの学校とかお仕事とかね、頑張ってください。私もまた頑張りますんで。それでは、じゃあの、じゃあの。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Give us the party. Happy birthday to you. おめでとう。